皆さんこんにちは、こんばんは、野本圭です。深夜0時2分頃からお送りいたします中日ドラゴンズ雑談、中日ドラゴンズ要素の時間でございます。なかなか点が取れませんね。一軍です。まず一軍の方触れていきますけど、どうですかね。まあ投打正直言うと噛み合ってないなって感じがしますね。まあね、バッターも打てていないんだけど、どうしてもねピッチャー、まあ今日に関してはねトータルで抑えたんだけど、やっぱりねどうしてもね先制点許してしまう展開が続いて、でそうなるともうドラゴンズね1点でも先制してしまうと、なかなかねその後なかなかね追い上げるという展開ができない状態が続いているわけですけど、いやちょっと苦しいですね。メンバー的にもしかもね今日は負傷離脱ですか。まあちょっとねまたね怪我人が出てしまったりとかもいろいろありまして、何か明るい話題がねあればいいんですけど、一軍の中でね明るい話題がもっともっとはねあればいいんですけど、どうでしょうね。ビシエド選手が戻ってきて、おそらくね打線に関してはね多少はちょっと上向き、多少どころじゃないね、やっぱり4番戻ってきますから打線は良くなるんでしょうけど、そうね、打線に関しては多分ビシエド選手がねドスッと4番に入ってくれることで、で3番アリエル入ってね大島さんが1番でっていうところで、多分実際得点はね上がるんでしょうけども、いわゆるまあなんだろう、劇的に確かに変わるっちゃ変わるんだけど、やっぱりピッチャーからね含めてなんかチーム全体で言うとどうも今噛み合ってない感じがするんでね、ちょっと苦しい感じがしますね。本当に。でまあ完封負けもね多いですけど、打てる試合打てない試合が結構、まあ打てる、ごめん正直言うと打てない試合っていう感じでもないね。ドラゴンズ別に完封負けしてるんだけど、本当に打ててないかというと別にそんなことないんですよね。まあ、点は入ってないで打ててはないんだけど、実際問題本当に打ててないかというとそこまで打ててないわけではないじゃないんですよね。完封負け試合ね、完封負けした試合とか見ていくとスコア的に見てもまあヒット出てないことはないんだけどね、チャンスがあったりするっていう点が結構確かにこれ見ると、まあでも5安打6安打じゃさすがに点入らないか、っていう感じはするんだけど、でもあれです、難しいですね。なかなかね都合よく単打単打でチャンス作って、でねそこのチャンス作ったところで1本ポーンとうまい具合にタイムリーが出てくれるとかね、そういう展開もなかなかね作れないんで、ちょっと非常に難しい展開がついております。はいね、本当にいよいよちょっとどうしていくかなっていう。でちなみにねこれねちょっと最初に触れていくけど、ドラゴンズね明日こんなものが行われます。中日ドラゴンズ野手陣練習です。はいね、一体何が行われるんでしょうか。明日どうやらこれまあカッコさらにつけると急遽練習することになったそうですね。えだからまあ野手陣でもあれかな、ベテラン陣は多分参加しないと思うんですけど、基本的にはもうどうでしょう、一部の中堅どころと若い選手が中心だと思うんだけどね、練習を行うことになったそうです。ですので、まあ、先発投手陣とかもねもうそうですけど、先発投手とあとは、まあ、野手陣が練習することになると思います、ね、野手陣、いや、まあ、全員って言ってもいや全員ってことじゃないかな、多分一部の指名練習だとは思うんだけど、さすがにねどうでしょう、スケッアリエルとかいわゆるレギュラー陣かつ、まあ、アリエル若いですけど、木野拓さんとかなんか阿部選手とか参加しないんじゃないかなって感じがするけどね、大島選手とかね、だけどまあしっかりね練習するようです。まあね、はい、
いやまあどうでしょうね、やっぱりミーティングでいやいやいやこれじゃまずいだろっていうところじゃないですかね、やっぱり。でこれはねソースとしては日刊スポーツです。日刊スポーツでねちょっと載ってまして、これ最初にねちょっと後ほど触れますけどね、細かくはこれソース日刊スポーツでこれですね、試合後に休日予定だった4日の野手組一部を除くが急遽練習に変更されたというところのようです。うん、まあまあまあいろいろ、うん、はい、まあこういう感じでございますね。いやまあでもどうでしょうね、間違いなくチャンスは作れるようにはなってるんだけどね、ただまあ状況として去年より一応チャンスはできてるんだけどね、これ間違いなくチャンスは作れてるわけですよ。でもね得点につながるかはまた別問題でね、難しいんだけど、得点圏打率はちなみにね、まあでも阪神と同じなんですよね。でも阪神やっぱり長打ありますからね、これまあ昨日から言ってるんだけど、一応言うと今日戦った阪神タイガースより打率、まあ出塁率、 OPS ね、まあ長打率もそうですけど高いんですよ。ちょっとじゃあちょっと最初にデータのコーナー行きましょうか。これ阪神と中日ドラゴンズで比べていくと、阪神は例えば打率2割3分7厘で、ドラゴンズ打率2割4分7厘で、まあドラゴンズリーグ平均ぐらいですよ、ね、日によってまあ結構ね動く変動あるところなんですけど、チーム打率がね。であと言うと、これ出塁率は阪神が295で、長打率が339あります。でドラゴンズは出塁率が、ね、299で、長打率が、35ですか。だからあの OPS 的には高いんだけど、ただ一個ね決定的な違いがあるんですよ。これはで得点圏打率も同じです。得点圏打率はこれはまあ226なんで同じなんですよ。同じね。でまあ一つまずもう得点見ていくと、得点も見ていきましょうか。早速一番最初、まあ、答えとして言うとまず得点ですよ。これ得点に関しては阪神が271、あ 2割、なんか打率みたいな、ちょっと271で、ドラゴンズが221です。これはまたなんか、また打率みたいな、ちょっとこれは試合数が4試合違うとはいえ、やっぱりねこれだけ差がついてるんですよ。50すごいですね。基本的に OPS と、ね、得点の相関ってのは結構高いはずなんですけど、まあそういうそうは言ってないわけですよ。基本的にやっぱ OPS って万能って言われるのはね、OPS を見ればある程度どれだけ得点に貢献できるかが、ね、結びつきやすいんで、やっぱり OPS ってねもうたまたま足したらなんかそういう風になったっていうのが大きいんだけど、これだけ差がついてる理由としてまず、まあ一番多分、いやでもでもやっぱこれかなっていう、あのね、いやまあ何かと言ったらやっぱこれかなって感じがするんですよね。でちなみに言うと、あと言うとね、これは二塁打とかに関しても全部多いんだけど、やっぱ一番差があるのはねホームランの数ですかね。こうしてみると、ちなみに長打って意味ではね、やっぱドラゴンズとか多いんですよ。まあ多いって言っても、いやもう、まあ、その多いっていう、多いとは言わないけどね、ホームラン負けてるんで。まあいろいろ見ていきますと、ね、やっぱホームランの数、フォアボールに関しても、まあそうですね、ちなみにまあそうね、フォアボールの数結構極端ですね、大体。まあでも、一応言うとフォアボールに関してはね、最終的な出塁率にどれだけ結びつけられるかなんであれですけど、まあ、これ敬遠含まないしフォアボールですね。
201、160、はい。で、あとはまあこれもそうね、比べ、まあ、含めると盗塁、まあ阪神はね盗塁数多いですからね。ね、こんな感じです。だから得点というところでは非常にだいぶ差が生まれてしまっています。うん、そうね、まあ、足を絡めた攻撃が結構強いんだけど、実際阪神は。あとは要所要所で出るってでもね、やっぱホームラン多いですよね。ホームランの要所のやっぱホームラン多いかな。ランナー溜めてズバーンみたいな感じで。昨日もスパチャさせてもらいましたが、1,2,3 の出塁からのクリーンナップでの得点パターンの確率、そしてコアのバッターの長打、打率等などでの飛び抜け具合が大事だと感じました。あー、そうですね、阪神のホームランの割合が佐藤14本、大山19本と2人に集中しているのが特徴的。あー、そうか、でも確かに役割が明確。なんかこれも昨日もなんか同じようなこと言ったな。そうね、確かにこの53本って言っても、そうね、大半がクリーンナップのバッターですもんね。うん、ありがとうございます。まあ、そうですね、でもこうして見るといろんな、まあ、ドラゴンズがどういう野球を目指していくべきなのかね、非常に考えさせられるものがありますけど、でもどうですかね、ドラゴンズが目指すべき野球ですよ、実際問題。ドラゴンズ今後どういう野球を目指していくかって感じですよね。石川昂弥がまあもう来年のね夏場までもういませんから、そう考えるとドラゴンズ今どういう野球を目指していくべきかですよ。まあピッチャーはね、当然そのピッチャーを良くしてね、やっぱりそこからね勝っていこうっていうのは当たり前なんだけど、打線ですよ、ビジョン。ピッチャーの、まあ当然ピッチャーが良くなければね強くなるの、そんな当たり前なんですよ。でそこじゃなくて打線をどういう風にするかですよね。で今だと多分ドラゴンズが目指している野球というのは、おそらく多分ドラゴンズが今目指している野球は、これ多分打率2割5分で得点、まあ、得点圏ってのは実際ね、ドラゴンズね多分こうなれば多分強いんですよ。まあ単だ言われるけど、実際問題こうなれば間違いなく強いんですね。ね、チーム打率がリーグ平均あって、で得点圏打率これ2割5分っていうとね、2割5分超えてる球団ってそもそも3つしかなくてね、2割2分6厘が2割5分になりゃ、まあそりゃね得点もだいぶ上がるはずなんですけど、1試合平均でもね何点か上がるぐらい、本当にこうなればまあ強いんでしょうけど、なかなかねこの数字からここに引き上げれて、実際打率2割5分くらいはねすぐ行くんでしょうけど、にもうね昨日紹介したんだけど、去年ぐらいからね極端に、ね、打率が落ちてるんですよ、得点圏打率で。クリーンナップのねバッターが落ちてるのもあるんだけど、もうちょっと前まではねドラゴンズ結構得点圏は割とねいい数字あったんですよ。本当に2020年なんかね、これ非常に分かりやすいんですけど、2020年ねやっぱりねこれね要所要所で打ってたなっていうのがあって、これは別にねそんなに長打がめちゃくちゃあるわけでもなくても、これ2020年は打率2割5分2厘に対して2割5分4厘だったんですよ、得点圏。まあこのぐらいのね野球ができれば、実際得点少ないとは、まあ確かに少ないっちゃ少ないんだけど、ある程度ね戦えるんですよ実際ね。で勝ちパターン確立できてるんで、状況的に言うと
まあこのぐらいできればね、まああの時は大野雄大投手がいたってのも大きいですけど、絶対的だね、エースとして沢村賞クラスの活躍してたのは大きいんだけど、なかなかねこの2割5分っていう得点圏まで引き上げるのか、ちょっと今どうやればっていうの難しいですよね。これで難しいですよね。いよいよどうやって得点圏上げていくってのも、得点圏、いや今ね難しいんですよね。阪神ファン目線だと3試合見てマスター3番はダメなのかなと思いました。あと岡林くんすごい。これねだからね、ちなみにね今日解説のね山田久志さんはドラゴンズで元監督ですけど、3番阿部というのを提案してましたけど、ただねそこに関してはひとまずアリエルが入ると思います。ビシエド選手が帰ってくるんで、打順はねちょっと多少は3番問題を解決するのかなという感じはね。いやでもね得点圏に関してはそんなにメンバー変わってないですよね、ぶっちゃけね。まあこれも良くないんだけど、今現状出てるメンバーってここ数年変わってないんですよね、そんなに大きく。ごめんなんか言ってて悲しいんだけど、ここ数年この2020年ぐらいからそんなにメンバー変わってないんですよ、出てるメンバーに関しては。だから今現状本来打ってたメンバーもそれほど打てていないっていうのもあるんだけどね、正直言うと。だからまあ変化で言うとやっぱり岡林選手が入ってるぐらいですか、一番大きな変化っていうと。いやまあ得点圏打率ってことに言ってるけどね、別になんか打率にこだわるっていうよりは、いや別になんかあれですよ、その打率にこだわってるわけじゃないよ、得点圏でどれだけ出るかっていう話なんで、別になんか得点圏打率が最終的に結果として上がっていけばいいなっていう話で、その打率をこの数字まで引き上げるっていうのはちょっとあくまで参考程度にね、イメージです。別になんかこの数字を超えたら OK って意味じゃなくて、まあいずれこうなっていけば目指してるところですよね、一つの結果として。この数字超えたから OK って話じゃなくてね。であと現状で言うとこれね、長打を増やすっていうのがやっぱいろいろ語られるんだけど、これはね、いわゆる、まあ、これを言ってしまうと難しいんだけど、毎回言ってるんだけど長打を打てるメンバーが今あまり多くないんですよ。もうこれが正直言って、これなんかね、いろいろコーチ云々も言われるんだけどね、立浪監督の指導とか言われるんだけど、そのいわゆる長打をホームラン打つ役割のバッターっていうのが、これ2軍の時から含めて、例えば岡林選手とか溝脇選手とかね、まあ当然ね控えメンバー含めていろいろいるけど、長打を打つ役割のバッターがもともといないんですよね。2軍の段階からその長打を打ってるバッターっていうのがあまり多くないというのが実情でして、具体的に今1軍のメンバーでもともとファームからホームラン打ってるバッターというのはあまり多くはないです。でそのじゃあ今どこにいるのっていうと、2軍にいるんですよ、ホームラン打ってるバッター。どっちかというと2軍にみんなね集中してしまって、だから今日のメンバーでいうと、ちょっとね今日のベンチ入りメンバー、スタメンベンチ入りメンバーとか全部見ていくと、例えばスタメンとベンチ見ていきますと、ホームランを打つ役割のバッターっていうのがね、もともとファーム通じてこれ いないんですよね、実際ね。みんな2軍に落ちてて、例えばこれね1軍の話ではなくて、ファームで言うと山下選手はホームランを打つ役割です。まあ実際ファームで打てるバッターなんですよ。これはファームで打ってたバッターで、ここはまあ2軍では比較的ホームランバッターっていう意味では、で石橋コートも当然それし、でアリエルは当然ホームランバッター、阿部選手もまあ
ホームランバッターですね。で、木野拓さんもどっちかというとそういう感じで、シュエさんはね、ここ数年はあまりそんな超てか2軍でね出てないんであれですけど、1軍でもそれほど多く打ってるバッターじゃないんで、だから2軍でホームラン打ってるバッターっていうのが具体的に言うとこれで終わりなんですよね。うん、これで終わってしまうわけですよ。2軍の段階からホームランを具体的に打ってるバッターっていうのが、うん、そうなんですよ、こうなってしまうんですよ、2軍のレベルから見ていくと。長打を打つためのバッターっていうのは現状としては上にいないというのが基本的にね、うん、いろいろ言われますけど、そのどっちかって出る役割のバッター多いんですよ。例えば、ね、このメンバーでいうと、まあ、加藤翔平さんもそうですし、伊藤康介選手も出る役割です。で、三又選手もね、出塁率がやっぱ高いタイプだったんで、2軍でも。で、京田さんもどっちかというとね、やっぱりあのパンチ力はありますけどね。で、こことかね、みんな、高松選手も当然ね、どっちかというと率残すタイプですから、石岡選手もね、今はもうずっと率残してるタイプなんで、で、周平さんも率残すタイプで、大島さんもそうですし、水脇選手も、岡林選手も、ね、桂選手もどっちかというといわゆるタイプ的な問題ですよね。一番最初のタイプ的な問題で、うん、でちょっと具体的に2軍のメンバー紹介するけど、今日鵜飼選手ね、なんか出てなかったんですけど、でもね、なんか2軍ちょっとね、これね、例えば三好選手とかホームランバッターなんですよ。平田、まあ、土田、今日ブライト、郡司、福本、渡辺、福田、大野翔太、宮、堂上、今日の野手で言うとね、であと言うと、まあ、あれかな、具体的に言うと2軍のメンバーで言うと今日出てなかったけど、ね、石垣、鵜飼とか、これ分かりやすいですけど、でちなみに福田選手がね、やっぱりバンテリンドームで一番ドラゴンズでホームランを打てるバッターなんですよ。これなんかちょっと見ましたけど、近年一番最もホームランバンテリンドームでホームランを打てるのはこれ福田選手。こうしてみると、まあ、全部が全部ホームランバッターって感じではないけど、やっぱり長打って意味だとこう、まあね、福本選手も先打ってますからね、すごいね、結構揃ってるんですよね、2軍の。どうしてもなんか今現状2軍のレベルでいうとホームラン打てるバッターっていうのが結構下に揃ってしまってるんですよね。これすごく難しいんだけど、だからこの辺りのメンバーがなんとか上に上がっていってね、このいわゆる、まあ、どっちかというと鵜飼選手とかね、福本選手、ブライト選手中心にね、こういう選手たちが上に上がっていけばなかなかいいんだけど、今そういう感じじゃないんでね。まあ具体的に言うとパープルデイと弾道3とかですよ。ホームラン打てる打てないは置いといて、ね、弾道が上がるタイプが結構今下に集まってしまってるというのはあるかなという、ね、どっちかというと出る役割のバッターが上に集まってる感じはしてしまいますね。ここはどうしても感じてしまうところなんだけど、難しいですね。で、ひとまず実際問題、ここにビシエド選手があれば多少はね、ホームランっていうところは長打っていう意味では多少はね、ちょっといわゆる前向きになるんだけど、アリエル、実際アリエル、ビシエドってとこが並べればそこそこの長打力にはなりますから、でもね、それはビシエド選手が戻ってこりゃ
実際多少ね点得点は上がるんですよ。間違多少というか普通に上がるんだけど、なんとかね日本人選手がねズバッとボーンと力ハマってくれてね触れればいいんだけど、ちょっとだいぶ長くなってますよこれね。今日トップニュース行く前にもうこれがちょっとトップニュースでいいかな。なかなかね、いや若い選手はちょっと一番我慢してた若い選手が怪我しちゃいましたからね。だから実際石川昂弥選手がねここに打線の軸でいればね、多分いい打線でしたよ本当に。もうね、もうあえて触れてないですけどね、ちょっと触れなかったけど、それ石川昂弥選手がねこの打線にいたら、それはまあねやっぱり優秀な外国人バッターが並んでてね、それこそ下位打線ぐらいでちょっと若い主砲候補がいてみたいな感じになったでしょうけど、それはちょっともうねなんか話しててもやっぱ悲しくなっちゃうんでね、もうそこは1年後っていうところなんで、これどうでしょうね、打線の軸になりそうな選手が、だから誰になっていくかなって感じだけど、今現状だとちょっとホームラン打つ期待の若手って意味だとアリエルになっちゃうねちょっとこんなことね言ってると悲しいんだけど、でもアリエルを育成するシーズンになりますね正直言うと。今現状はまあ岡林選手は当然育成ね、あるんだけど、そのホームランって意味だと、まあ、アリエルを育成するシーズンですね本当に半分ぐらいは、まあ、アリエルをいわゆる3番4番っていうところで独り立ちして一本立ちして、でクリーンアップにドスッとハマってくれて、でビシエドとコンビ組んでみたいな感じが今の現状の形になるのかなという。そうアリエルはねすごいやっぱ、ま、若いんで、今現状はちょっとアリエルをどこまで伸ばしていけるかっていうところにはちょっと近いですね、うん、今現状はね。で 1,2 番はね多分岡林大島で出て、でアリエルビシエトで返して、で下位打線に阿部木の拓周平さんがいてみたいな感じで多分そうなっていきますから、そこまではいいんだけどね。日本人選手でねもうちょいなんとかもっと長打打てるバッターが出てこればいいんだけど、うん、そこの形はいいんですけどね実際ね、そこの形はいいんだけどそこの形はいいんですよ、そこの形は良くて、どうでしょうね。じゃあドラゴンズ変わっていくとすれば、いやまあでもこれはなんかあれだな、もうね結構もういろいろ言われちゃってるけど、やっぱり高橋周平選手がもっと打てるようにならないといけないというね、もうこれはもうね散々ファンの間でも言われちゃってるんですけどね、あんまりね放送開始30分くらいまであえてあんまり触れなかったですけど、周平さんがね、なんとかいやでもそうなっちゃうんですよ最終的な結論って。結局のところだってね、外野は大島、岡林、アリエルで埋まってるわけですよ。で4番はね多分ビシエド選手が入る、ドスとセカンド阿部選手入ってる、キャッチャーは木野拓さんが入ってるね。でショートはね今現状ちょっと日替わりですけど、やっぱり打つ役割でいうと結局のところね、ショートはまあ守り中心ですから、じゃあ誰が頑張るかというとサードなんですよね。他のポジションって案外埋まってるんですよドラゴンズ、うん、別になんか空いてるわけじゃないんですよね、選手がいないわけじゃないんですよ実際。もうあとね選手個々が頑張ってくれっていうところなんですよ、その空いてる空いてないって意味だと、ね、基本的にはもう
サードショートが日替わり、サードがドスと固定されてるけど、比較的埋まってはいるんですよ。だけどやっぱサードってところをね、打ってほしい選手ではあるんだけど、上がらないね今。なかなか上がってこないね。監督もちょっと野球人生かけろと言ってるんだけど、そう、守備でうまいんだけどね、守備貢献はすごいんだけど、もうワンスケール上がってほしいなという感じやっぱしてしまうんですよね。で、実際にじゃあ2軍でいるかっていうと、2軍のサードは誰もいませんね。はい、2軍のサード、多分1番手で上がってくるのは今現状福田選手です。2軍で準備してるのは福田堂上です。ちなみに2軍のサード、これは福田堂上なんでいないんですよ今現状。やっぱりベテランメンバーを使うか使わないか、ベテランを使うか周平さん使うかなんで、だから今現状ドラゴンズの、これなんかごめんね、ちょっ と全然なんかトップニュースの前にもうなんかオープニングトークだけですげえ長いんだけど、中日ドラゴンズのサード要員は現状福田どの上高橋周平なんですよ。で、石垣選手あんまりやってないですよね。セカンドとかの子多分やってるんで、どういう使い方なのかわからないんですけど、石垣選手はどっちかというとセカンドです。石垣選手はこれはセカンドで起用増加です。あ、ごめん、要因がちょっと違う。リュークサードやってるけど、まあリュークはでもショートですよ。ショートネオ投手になっちゃいましたからね。いよいよで、これを郡司選手ね、いや、なんかキャッチャーやったりしてる。普通に郡司選手なんか分かんないですね、起用が。あ、違う、ごめん、なんか郡司選手今日ファーストやってたちょっとこれなんかよく分かんないんだけど、あの郡司選手今日ファーストだったんですよ。なんか何なんかよく分かんなくて、あ、ごめん、強打の人だ。今日ファーストで、これ強打ファーストじゃないです。今日はね、ファーストやってますからね。何のファーストと思ったけどね。ちょっとファーストで使うのって言うと使わないですよね。ビシェト選手とアリエルいるからファーストで使わないと思うんだけど、でもあれかな、やっぱりいろいろ守るところが特に他の選手を優先って感じかな。いや、単純にでも空いてるからじゃないですかね。ファーストやる選手は別に福田選手とか、福田、まあ福本とかはいる。何かいますよ。打席立たせるためかな、他の選手との兼ね合いで分かんないですけど、まあ多分それだと思うんだけど、でもね、守備に関してはちょっと別にサードやってるとかないんで、サードでの起用はちょっと今現状はないですね。しばらくはないです。さあ、いよいよ、ちょっとね、でもね、ここでも考えないといけないですよ。もう石川昂弥選手は来年夏までもういませんから、来年開幕も考えなきゃいけないんですよ、実際問題。それがやっぱり編成ですから。で、トレードっていうコメントもあるんだけど、トレードって超大物取らないと、そんなにやっぱトレードで来るっていう選手はそんなに
いわゆるすぐに即レギュラーっていうよりはやっぱり控えメンバーとかが多いので、どうしても、うん、どうでしょうね。ドラゴンズのサード、こうしてみると結局でいわゆるそのトレードでいうと、正直言うと高橋周平より高橋周平クラスのサードを、まあ、周平さん今年調子悪いですけど、いわゆるじゃあ誰かっていうと、この高橋周平選手よりなかなかね、もっと上のサードっていうとあまり多くはないんですよね。そんなにトレードで都合のいいね、そんな選手はいないわけですよ。で結局のところ周平さんに頑張ってもらいながら2軍で準備をするべきなんだけど、だからでもね、準備はしてほしいんですよ。これだから2軍の準備はしてほしいんですよね。だから今できること、今できることというのは、これは周平さんの復活に期待しながら、あのファームでサードの準備で、ここはやってもいいと思うんですよ。これ若手サードの準備で、ここちゃんとこれを今現状準備してないんですよ。誰もいないんで、いわゆる準備してる選手が、ちょっとドラゴンズはどういう風にしていくんでしょうね。福本選手あんまりやってないかな、うん、いやまあ練習はしてるんでしょう、まあ、多少それはするんだけど、してるに決まってるんだけど、うん、いわゆる、まあ、まだ実践的じゃないかな。ただ2軍の今後のスタメンとか見てって、もしかしたらあるかもしれないね、いろいろね。だからまあ福本選手あたりを実際サードで伸ばしていくのか、スタメンとか見れば分かってくるんですけど、難しいですね。さあ というあのオープニングトークです。でこれを踏まえた上で、じゃあちょっともう早速あれかな、ちょっとじゃあ2軍、じゃあ現状その準備してるね、ごめんね、もうなんかだいぶオープニングトーク長くなりましたけど、トップニュースも何もないですけどね。じゃあちょっとそれを見た上で2軍戦見ていきましょうか。ちょっとこれ残しながら、2軍広島戦で、これ何が言いたいかっていうと、先にじゃあバッター見ていきましょうか。だからまあ今後どういう風に上がっていくかなっていう野手的な意味で、あで今日負けたんですけど、あの、まあ、2対8で負けたんですけど、普通にね、今、まあ、とりあえず2対8で負けてしまって、で今日2軍戦こんな感じです。ちょっと切れてる、はい、さあ見ていきましょうか。2軍に関してはまず三好選手が今日ちょっとノーヒットでしたね。で、まあ、平田さんがショートゴロで、リューク今日もねヒットを打ってました。ヒット打ってデッドボール1個、ね、ありまして、でブライチ選手がこれフェンチョクツーベース打ってます。で郡司選手がファーストやってるんですよ。ファースト、うん、郡司選手はファーストやってます。はい、どうでしょうね。
鵜飼選手はでも今日なんだろうね、ある程度なんか前回も確かに途中交代だったけど、いやまあでもなんかあれですよ、全員が全員フルで出てないんで、だってブライト選手もね2打席で交代してますからカードを、だから別になんかもうそういう感じだったかもしれないですね。うん、いろんな意図があるんでしょう。はい、で福本選手がいいですね、非常に状態がいいです。ツーベースヒットと犠牲フライ、まあ外野に飛んでるのがいいですね、やっぱね外野に。でね、やっぱ角度結構上がるんですよね。そんなにいわゆるホームランバッターの角度じゃないんだけど、ただまあやっぱり中距離中長距離っていうところで打てそうな感じがあるんで、非常にね面白い、やっぱ角度を感じる。うん、ライナー性でいい形で飛んでくんで、あとはねどうだろう、タイミングの取り方さえ合ってくれば1軍でもいけるかなって感じですよね。やっぱりステップ、足タイミングの取り方がすごい独特なんですよ。足がピク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 みたいな感じで結構タイミング取るんで、タンタンみたいな感じで、足がタンタンみたいな感じでタターンっていう、だから変化球対応とかに関してもいわゆるどうだろう、タイミングはちょっとどうだろうなみたいな、そこずらされた時にどういう対応できるかなみたいな感じですよね。うん、で渡辺勝選手が今日デッドボールで1個、福田選手がちょっとノーヒットで、で大野翔太がノーヒットで、どの上さんがヒット1本です。うーん、どうだろうね、ちょっと分かんないね、まだ1軍2軍ってところはレベルに関しては実際上に行ってみないと分かんないでしょうね。だって出番なかったですからね、ほとんどだって分かんないですよね。確かに2軍ではいいんだけど、じゃあ上でって言っても上で出番なかったんでね、なんとも言えないですよね。うん、だからまあどうでしょうね、まあ現にまだ2軍でもねそんなに打率が上がってるわけじゃないんで、今現状ね打率的にはまあでもこれからですよ、まだ2割2分7厘なんで、別にそんな打ってるわけじゃないしね、ここ最近打ち始めただけなんで、ようやく。だから現状サードで候補は、まあ周平さん以外でね、やっぱりバックアップというかその今後の候補で言うと、郡司、福本ですかね、やっぱね。そこはねでも取り組んでいいと思うんですよね、てかやると思うんだよ今後積極的に。郡司、福本はこれはねでもちょっとね、いわゆる便利屋みたいなユーティリティみたいになっていきますけど、ただまあチャンスを増やすという意味では、まあ、郡司、福本はねいいと思うんですよ。郡司、福本、そこがだってファーストとかレフトやってもね出番なかなか来ないですから、本当に来ないですよファーストレフトは。でキャッチャーも来ないんで、キャッチャーファーストレフトは本当にチャンスがないんで、ライバルでいうと具体的に言うとね、ビシエド、アリエル、木野拓さんに勝たなきゃいけないという、うん、でまあバックアップでね、それは上のメンバーが怪我すればあるかもしれないですけど、なかなかね持ってこれないんですよね、チャンスをつかみ取れないから。やっぱりだからまあサードでめちゃくちゃ打ちまくればあるかなぐらいですけど、まあでもやっぱね周平さんの守備がうまいんでね、サードは、あのサードの守備力にも、まあ、あのサードの守備力になかなか勝つのは難しいんだけど、打つ方ではゼロじゃないで可能性は。まあやっぱり2軍からの、ね、突き上げって意味ではちょっとチャレンジしてもいいのかなという感じはします。石川昂弥選手が戻ってきたときに、まあでもまだ分かんないですからね状態がね、その時はその時じゃないですか、やっぱ1年以上離れるわけですからね実戦からね。
サード問題結構ありますよ、ドラゴンズ。いやでもサードはどうでしょうね。もうこれ今本当に誰っていうサードがいないですからね、今ね。これだから高橋周平選手を今現状で言うと高橋周平選手を使わざるを得ないという、これはもう単純に戦力としてもう周平さん以外の選択肢があまりないですよ。だから周平さんに頑張ってもらわないとやばいといえばやばいです。2軍からの準備がもうやっぱしてる選手がいないんで、2軍からサードの準備を。だから本当に周平さんが頑張らなきゃいけないんですよ。本当にだからそういう状況なんですよ。2軍を通じてみるといよいよ本当に候補がいないんで、もうねやらなきゃいけない、やらなければいけないんですよ、高橋周平選手は。でいよいよ高橋周平選手までもし2軍とか離脱になってしまったら、もういよいよどうでしょう。まあでもそうなったら水脇選手とかいるのかな、上のショートとか、なんかまあショートとかをやってる選手とかを、ショートセカンドやってる選手をサードに回してって感じでしょうね。ねえどうですかね、大変ですねドラゴンズ。ただまあ明るい話題と、これ福本選手がね、ちょっとこれはねなんか別になんか深い意味ないんですけどね、これ福本選手のコメント、そんななんか別にこれでどうこうないですけどね、あの福本選手が、ね、コメントしてました。でそんな深い意味ないですけどね、これね、のりさんに言われてることができてるので、これを継続したい、別に深い意味ないですけどね。そんな深い意味はないですよ。まあくまでもね、これはもうこういう風にコメントしてるだけですから。まあ、それはね別に、まあそこれ別にそれ深い意味ないでしょ。ない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 、ね、でもね実際ね今いい環境ですよ、2軍は。やっぱ右のねこういう長距離砲候補に関してはのりさんが知るべきというか、なんていうかね、ここに関してはやっぱりまあいいと思うよね、うん、いい関係だと思いますよ。やっぱだって今現状上にいる選手、まあ、監督コーチ含めて長距離砲の指導者って意味では、まあ、いないですからね。どっちかというとやっぱ中距離バッターですから、だからまあだってね NPB でそんないないですよ。いわゆる中村典弘よりドラゴンズ絡みで長距離砲で教えれるバッターっていよいよあんまりいませんからね。ドラゴンズ今のね、本当にほとんどいないですよ。中村典弘よりホームラン打ってる、ね、今ドラゴンズが呼べそうな、まあ、清原さんとかそれいますけど、ね、清原さんとかまあ清原さんぐらいじゃないですか、うん、山崎清原でも、ね、そこ絶対ない、まあ、ないなそうですからね。あまあ和田さんもそうね、ホームランっていうよりは強打者だけど、和田さんの理論はでもしっかりしてますね。まあでもやっぱホームランだとノリさんがやっぱ、ね、大きいと思いますよ。でもこれ結局なんで2軍だったんでしょうね。いやだからこれ結局なんか何も明かされてないで何も分かんないですよね、これね。なんかいろいろ噂されてるけど結局のところなんか監督が
何も言わなくて終わっちゃってますからね。答えがないんですよ。噂だけで、ね、噂だけで終わっちゃってますからね。こうなんじゃないみたいな感じで、ね、言ってくれればいいんですけどね。で、噂をそれ信じてしまったらもはや、ね、勉強のためですって何を勉強するんでしょうね。はい、だいぶ2軍戦の話が長いです。まあ1軍点取ってないんでね、今日ね。謎ですよね。で、今日ねちょっとやばいピッチャーがいて、やっぱ上田投手、いいよ、びっくりした。秋山選手完璧に抑え込んでましたね。原さんも奪ったし、もう完璧に抑え込んでましたよ。本当にちょっと今現状2軍だったらもうなんかやっぱ違うね、格が違いますよ本当にいや、いよいよやっぱ格違いますね。フォアボール1個だけ、もうこれだけで感動。奪三振6、まあ、つまり KPB6 ですよ。やっぱ違うよ、これは違うよ。上田投手まああとは上でって感じかな。もう2軍はいいですよ。来週投げてもおかし、ね、驚かないですね別にね。あーでも再来週かな、高橋宏斗投手に多分変わってって感じでしょうから、交互でいいんじゃないですか別にね。高橋宏斗投手と交互にいけばいいと思います。2軍の中じゃもうちょっと、いやもうなんか早いうちに上でやってほしいかな。二軍慣れしてほしくないですね。そのなんだろう、もっとやっぱ二軍ってゾーンに投げれば抑えれちゃうんだけど、そのゾーンの中でさらに細かいコントロールを覚えていってほしいね。ちょっと上でやってほしいです。下で慣れてほしくないですね。で、石川翔投手、ちょっとこれまあフォアボールからどうだろう、ちょっとリリーフ陣が今日ね捕まっちゃってね。石川翔、岡田、松田、ちょっとここがね捕まってしまってね。で岡田投手がこれ完全リリーフになっちゃいましたね。で石川翔投手はフォアボールね、ツーアウトまで良かったんだけど、フォアボールからちょっと崩れちゃいましたね。松田投手もったいなかったね、今日先頭ストレートのフォアボールですから、今日らしくなかったですね。石川翔投手はもともと多いですね。けどまあどうだろう、今日は普通にちょっと長打浴びちゃいましたね。普通にがっつり打たれたかなっていう感じです。はい、まあなんとも言えないですねこれね。で今日ね明るい話題で言うと、これが決まり、今日ねちょっと若手絡みで出ていきますけど、一応今日ですね、今日 U23 発表です。わーい、これ発表されます。まあ今日らしいですよ。一応ちょっといつぐらい発表されるかわかんないんだけど、なんか今日らしい。いや、わかんないけど、一応こういう風に書いてあったんで、これスポーツ報知の、これ6月16日に発表されたやつですけど、これ、ここに、各球団2名ずつで、出場選手は7月4日に発表ってこれ書いてたんですよ。だから多分今日のイベントこれじゃないかな。ちょっとビッグイベントだと思います。割と、もう各球団2人ずつですから、どこの球団のあの選手が選ばれたとか、多分今日これについて、ね、今日の放送はローテーションとかもそうですけど、多分これについてちょっと、ね、多めに触れていきます。
まあ石川高也そうですね。いやでもどうだろう、ちょっと主力組はね選ばれないっぽいんで、だからどのぐらいかなっていう。岡林選手はね微妙っちゃ微妙だね。選ばれても清宮選手とか一応リストアップされてるっぽいんで別にいいのかなって感じするけど、だから場合によってはここでも多分なんかブライトとかネオ選手はもうネオ投手はリストアップされてますよ。ネオ投手プラス誰かですね。ネオと多分どうだろう、バッターかな、ピッチャーあんまりそのピッチャーで選んでもしょうがないですから、ネオ投手とブライト、ウカイとかシーズン中8月1日これ月曜日です、月曜日で、まあといっても次がねこれねって言ってもこれってこれ8月2日ってこれ中日ヤクルト対これ中日なんですよこれ。だから別にまああれっすよ、練習だと思っていけば別に若い選手でもねその普通に1軍メンバーでも出れるっちゃ出れるんですけどね、別に移動もそんなないですし、移動ないというか1日ちょっとね早く乗り込むだけなんで楽っちゃ楽っすよね。いわゆるどっちにしろ練習するんでね、大抵ね前日月曜日結構若い選手練習するんで、ここはそんなに NPB 選抜外国人選手2名以内、外国人ないんじゃないかなさすがに。まあでもちょっと注目ですこの辺りは。はい、まあいろいろ選ばれます、お楽しみに。でみんなウキウキワクワク一軍戦の前にこれですよね。これでもびっくりしたな、タイミングですよタイミング。まあでもこれはねそういうことかって感じですよね。山本拓海登録場所、タイミング的にねまあ大抵怪我ですよ。この日曜日にね中継ぎ抹消ってことは怪我なんですよ、もうそういうことなんですよ。うん、しょうがないというかやっぱ、まあ、試合数投げてましたからね、まあ、試合数は結構投げてましたから、これね立浪監督が説明してました、だいぶ投げてましたからね。はい、右肩の違和感です。さあこうなるとまた誰かを上げなければいけない、ね、2軍から誰かを上げない、そして根尾投手がちゃんと戦力になりうるんだけど、まあ今まで多分これねおそらく森博人投手がまずは代わりです。でプラスで森投手の代わりを昇格です。だから山本拓海投手の役割をおそらく森博人投手が務めて、でそこの今までいた森投手の代わりを誰か挙げるって感じだと思います。で今現状候補として言うと、まあでも一択かな、多分佐藤優投手ですね。
多分佐藤優投手が上がると思います。他にもいないんで上がるんじゃないかな。いやまあだって他に橋本投手先発ですからね、先発調整してるピッチャーは上げれないですよね。いや下で良くない 4.01 かな、良くはないですよ。よくないけど、まあ、4.01 だけどねえ、じゃあ他にっていうと別にないですからね。いや祖父江投手、いや確かに祖父江投手上げてもいいんだけど、祖父江ちょっとでも早い気もするな。いやそれは祖父江投手上げれるんだったら上げたいけど、それでもう上げちゃうのって感じはすると思うんですけどね。どうなんですかね。そりゃ祖父江投手上げたいけど、それで上げちゃうっていう感じもするよね。それはまあ祖父江投手も候補ではあるけど、そんなね、最短でほぼ最短に近い感じで戻して何の意味があるんだろうっていう。ね、いやそりゃあね、それは抑えますよ、それは抑えるんだろうけど、上でね、ある程度はなんかちょっとリフレッシュにもならなかったって感じになっちゃいましたからね。ここでだからね、祖父江、田島とか上げ始めるといよいよ何のために下げたんだろうってなるからね。はい、という感じでございます。まあでもね、山本拓海投手がちょっとこれはいや痛いですね。ドラゴンズこんなに怪我に出るかと、ね、しんどいですね。はい、じゃあ見ていきましょうか。ウキウキワクワク一軍戦です。でこれね、最近言ってましたね、そろそろ匂うとね、そろそろあれが匂うぞということを言ってましたね、この放送ね。はい、ね、その予感というのは大抵当たります。そろそろ匂うぞと。3番大島さん、そろそろ匂いますよと。3番いないいないと言われるんだったらもうだいたいそろそろ近いぞということを言ってたんですけど、ね、大島さんがやはり3番に来ましたね。まあ、それは来ますよ、いないんですもん。でいないんだけど、ここに関してはアリエルが3番入りますから、ひとまずは解決はするんですよひとまずこれが結局のところ、ここにビシェト選手来るんで、まあ、大抵こうなるわけですよね。そんな別に、まあ、こうなりますから、まあこんな風になりますね。別になんか、まあとりあえずね、3番問題は多分解決されるんですよ、アリエルが入ってね。でもまあやらざるを得ない状況ではありましたね、確かやっぱね。でまあ岡林、溝脇、大島、アリエル、阿部、木下、高橋平翔か。はい、いやまあでもまあでもこうですよ、やっぱこうなりますよ。でこのオーダー見たときにやっぱね、長打力って意味ではどうしてもね、だからホームランが、まあ、本数は置いといてホームラン期待できるバッターでいうと、まあ、日野拓さんもあまり打ってないけど、どうしてもやっぱこうなってしまうんですよ。今現状ある程度のホームランが期待できるバッター、まあ、長打の期待という意味だとこうなってしまうんで、なかなかねやっぱね、
っぱそもそも長打打てるタイプが並んでないんで、ね、なかなか長打増やせといっても増えるものも増えないんですよね。だからいわゆるね、当然のごとくそれはねホームラン増やしていくべきなんだけど、パワープロ的に言うとやっぱ弾道1とか2のバッターをね、いくら、まあ、強く振れば変わるかもしれないですけど、基本的にはやっぱり弾道3とかね4のバッターをクリーンアップに置きたいわけですよ。なかなか苦しいですね。はい、じゃあね、見ていきますけど試合展開ね。はい、さあ試合展開見ていきましょう。初回三者凡退、いいですね。はい、で、もう2回で大体ちょっと終わっちゃうんだけどね、フォアボールからのセンターツーランホームラン。これでもあれだね、いわゆるだからこれに勝とうとするんだったらここでホームラン打たなきゃいけないんですよね。アリエルヒット、はい、阿部同点ツーラン。まあ、この、ね、大山選手のツーランホームランに勝つためにはもうそれしかないんですよ。阿部選手がホームラン打つしかなかなか追いつく展開にならないんですよね。まあ、そういうわけにはいかないんで、まあ、今現状ドラゴンズができるのは、ね、大山選手とか佐藤輝明選手みたいなホームランはなかなか出ないんで、やっぱりみんなでつないでね、つないでつないで一本コツンと、ね、つなげていくというのが今できることなんですよ。でもどうだろう、ちょっとね、ただね、やっぱね、これはトータルでは抑えてるんだけど、やっぱりね、すごく心配というか、なんというか、柳投手がね、これはね、でもね、やっぱり感じることだと思うんだけど、ちょっとね、柳投手がね、先制点を許してしまう展開がね、まあね、ゼロで抑えろっていうのはね、難しいんだけどね、これただね、トータルでは結構抑えてるんだけど、これでね、柳投手はね、今ね、連続失点でいうと、1、2、3、4、5、6、7、8、9試合連続失点なんですよね。9試合連続で失点中で、で、多分先制点もこれ、あれかな。多分このうちの何試合くらいかなと、これ多分あれでも連続で多分失点中なんですよね。で、イニング的に言うとね、これ分かりやすいんだけど、柳投手ですね、これ本当にちょっとすごく分かりやすい数字で紹介したいんですけど、どこで分かりやすいか、ドラゴンズ、柳投手のイニング別で見れば分かりやすいと思うんですけど、このままだとオフにバンジージャンプ行きだぞ。ありましたね、そういえば。なんかバンジー若狭アナウンサーと、てかあれじゃない、周平さんもなんか1試合でも欠場したら、それ罰ゲームとかなんかありましたね。いろいろあるんだけど、これね、柳投手と、あ、これ分かりやすいかな。これ初回失点がすごくね、集中してて、この感じなんですよ。こうか、ちょっと区切るとこういう感じです。序盤でね、だいぶね、このイニングの失点多いですね。やっぱね、初回 1,2,3 で失点傾向が強くて、あ、7試合連続失点か。
あの先制点か、こんな感じで14号なんですよね。14号号で結構取られてしまって、難しいですね。まあ万全ではないね。やっぱり去年とはまた違うんで、一つ、ただまあイニング数はやっぱ稼げてるんで、でもやっぱ援護が欲しいピッチャーですね。ちょっと完璧に抑えるピッチャーじゃないんで、やっぱり2点、3点、4点ぐらいちょっと援護が欲しいピッチャーですね。柳投手はもうちょっとこれは割り切りで。あ、これ今日含んでないか。ちょっと待って、今日含んでないかこれ。これに加えて、ごめん、ちょっとこれに加えてさらにあれだな、失点が増えるか。あ、いいのか、これでいいのか。ですかね。まあ援護があればいいんですけど。ね、なかなかそういうわけにいかないんですよね。ちなみに援護ドラゴンズ今現状だと柳投手ね、でもまあ多い時は多かったんでね、援護率は 3.18、 です。まあ多くはないんですけどね。多くはないんですけど。そうね、ドラゴン先制されるとほとんどね勝てないんでね。でこれなんかドラゴンズ今日コメントね訂正されてたんですよね、これね、柳投手ね。これなんか訂正入ってて、これ気がついたかな。今日なんかコメントの訂正相手だよね。あるかな。これ最初ねこんな感じで言ってたんですよ。これ最初なんかこんな感じで先に点を奪われては勝てないみたいな感じでコメントしてたんですよね。若狭周平と3人でいきましょう。いやでもなんかあれだね、これってなんかあれだっけ、岐阜の、それは待って調べなきゃいけない。あれバンジーって言ってたんだっけ、バンジーのその新旅底橋って、これってなんかあれだよね、こういうそれってあの確か一番世界違う日本一高いバンジーで、あれ普通に飛べないやつですよね、これね、確かね。いわゆるなんかな、何 なんだっけ、なんていうのかな、あの変なスーツちょっとなんとも言えないけど、あれのやつだね多分ね。なんだっけ、飛ぶスーツあるじゃないですか、飛ぶスーツを着ないといけないところよね、それね。それなんか知ってますよ、それバンジージャンプのそれありましたよね。普通だと確か飛べないやつですよね、それ。だからそのムササビスーツみたいなやつを着て飛ばないと飛ばしてくれないんですよ。バンジーなんだけどちゃんとそのムササビみたいな感じのスーツを着ないと飛ばしてくれない、世界日本一高いバンジーでは。そういうやつあるんですよね。そう、200とか300くらいあるんじゃないかな、2、300くらいなんかやばいやつ。そうで、まあそれはいいんだけど、ね、まあちょっとねこのままいくと本当バンジーですからね。でこれでも痛いですね。もうこれでなんかドラゴンズこの2点を返せる気がしないんですよね。ちょっと申し訳ないけど重いんですよ。でそれの段階でさらにこのソロホームラン浴びて、結局安打数はね勝ってるんだけど、もうこれでこれなかなかねここでひっくり返すイメージがないんですよね。
で、アリエル筆頭ってもうそこから続けずって感じですから、もういよいよ、まあ、特に何もねえ、ちょっと返せるビジョンが3点ってなると、何が訂正かというと、なんか返せる気しませんみたいな感じが、これね多分ねあるんですよ。いやこれでもなんかあれだよ、そんなにあるかな、ちょっとなんかコメントのねニュアンスが変わってた気がする。一回訂正入ったと思うんだよね。最終的なコメントなんだけど、これなんだけど、ごめんちょっとあんまり確認できてなかったんだけど、なんか訂正入ったっぽいですね。この絶対勝つ気でマウンドに上がりましたが、ね、先制点取られて流れを悪くしてしまいましたみたいな感じで、またしっかり準備しますっていう感じだったんだけど、その最初のやつは一番最初のコメントなんか、この先に点を奪われては勝てないですみたいな感じで言ってたんですよね。それがなんか変わってましたね。ちょっとなんか細かい訂正なんであんまり分かんないですけど、その前のやつがあんまり見えてないんで、でも確かなんか一部訂正が入ったところです。ねえ中野選手ね、ねいい選手ですね。ちょあのね、この放送でそのアジアウィンターリーグでの実績とか踏まえてドラフト3位候補で挙げてたんですけどね。いやドラゴンズショートのね二遊間もちょっと取らないとまずいですねとか言ってね、いやドラフト3位とか4位であるんじゃないとか話してたけど、なことはなかったですね。でまあ4回あたりもね特になくてね、はい、でどうだろうここかな。まあ今日のターニングポイント、でも今日これぐらいじゃない、せいぜいここだけでしょ正直。今日の攻撃面って語れるところで、ヒットヒットセンターフライファーストヒットで満塁ですか、でからさんファールサードファールフライで言うと、これは総合的な判断で言うと、これは勝つための采配ではなかったんですよ。でさらに言うと、正確に言うと勝つための采配ができなかったっていう状況っぽいんですよ。だから勝つための采配ではないんだけど、勝つための采配ができない状態だったっぽいんですよね。まずこのここね、まずここ触れると、なんでかというと立浪監督がこれ説明してて、だからまあ勝つための采配できなかったって感じなんですよ。でチャンスだったのもあるけど、柳にはね今日7回まで投げてもらうというのがもう前提で条件であったという。で果たしてね代打出してたからね、まあ、点取れてたかわからないけど、今日初めから、ね、そういう判断でやっていた。で結果ミストも言えるかもしれないって言ってるんだけど、まあ、ブルペンの事情も考えたことに関しては、まあ、そうですねという感じで、だからいわゆるもうブルペンの事情ね、山本拓海投手もいませんしロングもいけない、でトータル的に考えてあんまり中継ぎ使えない状況だったんで、だからもう勝つための采配をできなかったという。まあちょっとこれはねすごい難しい采配なんだけど、ブルペの事情って言われちゃまあしょうがないんだけどね、ただまあ結局これが唯一のチャンスでしたから、だからねそうね、大野雄大投手が登板回避してリリーフつぎ込んでっていうブルペンでありましたから、そっから、だからまあそれも含めた考慮、いろんなものをトータル的に考えると、ちょっと出すことができなかったというようです。まあどう、いやまあでも、まあ、個人的に言ったらやっぱ、でもファン心理で言ったらやっぱ出してほしい、じゃ出してほしいですね。ね、正直言うと
これはでもまあ出してやっぱファン心理で言うんだったら出してほしいじゃ出してほしいですよね。やっぱねもうこれしか多分チャンスないですから本当に。でもブルペン事情はねわからないんでねやっぱね、まあ、分かると言えば分かるんだけど難しいですね。初戦勝った分をここで、まあ、出せなかったのかなぐらいでしょうけど、まあでも代打出してもね多分1点ぐらいは取れたでしょうけど、これまあひっくり返さないとね。でも代打もそんなにいなかったですからねこの状況ね。ちょっと悲しいんですけど、そんな代打っていう代打もいないといえばいなかったんで、ね、この状況ね。まあ目の前の1勝というよりは、まあ、1勝も取りに行ってるんでしょうけど、やっぱりねトータル的な判断ですよこれは。いやーねーそうね。でもこれ岡林選手がタイムリー打てばみたいな感じで期待したんでしょうけど、なかなか難しかったですね。そうはいかなかったですね。大野投手普通に来週じゃないですかね。でもこれが唯一のチャンスですから、なかなか。まあでもこういうとこ見てもね、なかなかセカンドゴロで、ヒットはちょくちょく出るんですけどね。こういう風にヒットはちょくちょくは出てます。で、ピンチも切り抜けてます。はい、特にチャンスらしいチャンスもあまりなく、このまま森博人投手が今日素晴らしかったですね。ゲームセットと。でドラゴンズ今日8安打ですか。8安打、安打打つゲームだったらもうドラゴンズ結構強いんですけどね安打打つゲームだったらドラゴンズ結構勝ってますよ本当に。これはねどうすかね。ヒット打つゲームだったら今月はあれですね、まず勝ち越しですね。阪神に勝ち越しですね。いやでもどうなんすかね。どうだろう、去年よりは実際のこと言うと一応去年よりは状況としては良くなってはいるんですよ。その打つ状況、まあ、去年がちょっとまずかったんで、かなりまずかったんであれですけど、それと比べていいって言ってもいいわけじゃないんだけど、去年よりは一応残塁できる分まだ良くなってるんだけど、完封は増えてはいるんだけど、率自体は上がってるんですよね。まあよくはなってるんだけど、打てない日は打てないからね。確かに単打は出てるんだけど、どうですかね。で大沢アナウンサーつぶやいてました、悲しみのツイート。リーグ戦再開後131本中111本が単打という。
確かにタンダは出てるんだけど、どうすかね、得点になかなかつなげられないんだよね。やっぱヒット3本いりますから、3本じゃ4本いりますからね、ドラゴンズだからだから今現状得点のためには、まあ、タンダ4本いるんですよ、1イニング現状ね。だからね、ヒットヒットヒットで満塁で、満塁でさらにタイムリーが1本出ればっていうけど、なかなかね、そうはいかないんだよね。でそのこの必要本数を減らすのが、まあ長打、やっぱ長打であってね、例えばまあ二塁打で、当然二塁打、まあそれこそあれかな、フォアボール二塁打、まあ、まあ単打とかだね。だからこういうのでね、フォアボールとかね、長打が絡めば、ね、もっとそれこそこれ、ね、これだったらヒット2本だけで点取れるわけですけど、うんね、盗塁するか、まあでも盗塁もできないですかね、ドラゴンズね。岡林選手ぐらいしか盗塁できませんから。で阪神は実際別にクリーンナップで長打が打ってるんだけど、トータルでは、まあ、OPS はね、ドラゴンズとか高いんですけど、ただまあ、盗塁とここぞのホームランがありますから、やっぱクリーンナップの。阪神は実際、トータルではそんなに決して打ってるわけではないんだけど、ただまあ、得点圏でのやっぱり絡め方がうまいんですよね。めちゃくちゃ阪神が打ってるわけじゃないんだけど、でもやっぱり点取れるんですよ、ちゃんと。要所要所で足絡めて長打絡めて、でしっかり取ってくるっていう。だからドラゴンズの強みって何かなっていうちょっと非常に難しいんだけど、ドラゴンズと今の強みなんだろうって感じですよ。その打線ね、ピッチャーちょっと置いといて、投手がいいんだろうとか、なんかそういうの置いといてね、勝ちパターンがいいんだとか置いといて、だからドラゴンズ打線の強みは何だろうってことですよ。で実際言うと、まあヒットは打てるという、そこは強みなんですよ。まあヒットはぼちぼち打てる、そこそこ打てる。バンテリン本拠地でありながら、そのヒットがそこそこ打てるっていうのは、具体的にリーグ戦再開後、これ平均で9本超えてるわけですよ。9、これ大体1試合これ9本から10本打てるわけですよ、1試合平均で。リーグ戦再開後これ結構やっぱ打てるんでで、まあ、打ってやっぱ返す役目ですよね、結局ね。返す役目の選手がね、しっかり打てれば話は変わるんでしょうけど、なかなかね、難しいですね。だからもう、どうでしょうね、ビシエドアリエルに期待するぐらいかな。もうビシエドアリエル阿部選手で返してもらいましょうって感じかな、正直で。もうそれ以外の選択肢ないですよ。ちょっとね、結局外国人頼みなんですけど、でもドラゴンズって伝統的にそういうチームですから、どっちかというとね、もうこれは日本人選手が出て、で外国人選手に返してもらおうっていう、実際そういうもんなんですよ。だからもうドラゴンズファーストなんか日本人選手いなくてね、外国人バット多いんですけど、結局ビシエド選手が戻ってきて、まあ、返してもらうとい もうそれぐらいしか特にないですね、やっぱりもう、うん、4番はもうドラゴンズの4番はやっぱ外国人バットが入ってることがね多いんでね、結局 1,2 番で出てアリエル、ビシエドに並べて返してもらうという、特にそれぐらいしか現状はないです。ちょっと、ね、高い策はもうそうなっちゃうんだけどね、ちょっとまあ一日ドラゴンズ練習しますんで、ね、何か変わってくれるかもしれないし、ね、期待しましょう。お疲れ様でした。悲しみのドラゴンズ放送でした、ね、まあでも本当に一日ね、選手
いやまあおや、ね、ゆっくり休んでていたけど練習するんでしたねドラゴンズね。はい、ドラゴンズはどうやら一部野手陣を除いて野手陣も練習するようです、ね、というところで注目です。お疲れ様です。高評価よろしくお願いします。